次はチュー中部選手権、川辺マナ68.27点で首位発進、最初から最後までリラックスできた。フィギュアスケート中部選手権第2日、2023年9月23日、名古屋市国和港スポーツカルチャー。女子 SP が行われ、川辺真奈中京大は68.27点をマークして、首位発進となった。冒頭のダブルアクセル、2回転半を降りると、ルッツトーループの連続3回転、後半の3回転フリップも着氷する。 その後も大きなミスなく滑りきり、演技後は安堵の表情を浮かべた。最初から最後までリラックスして、表現や表情に気を向けられるぐらい、リラックスできた。緊張していた中で、それができて、収穫になりました。明日24日に女子フリーを迎える。川辺真奈、表現や表情に気を向けられたアップテンポに、首位発ュ中部選手権女子 SP。フィギュアスケート中部選手権第2日、23日、愛知国和港スポーツカルチャー。 女子ショートプログラム SP は2022年北京五輪代表の川辺真奈中京大が68.27点で首位スタートを決めた。冒頭の2回転半ジャンプ、続くルッツトーループの連続3回転、最後の3回転フリップをすべて成功。表現や表情に気を向けられるくらいリラックスしながら滑れていた。緊張した中でそれができたことは一つ収穫かなと思うと振り返った。青い衣装を身にまとい、ホーンテッドのアップテンポな曲調に乗って最後まで会場を魅了した。 自分はスピードだったり勢いだったり、そういう強いスケーティングっていうのを目指して練習している。それがこのプログラムでは表現できているかなと感じていて、ステップでお客さんと一緒に盛り上がるように滑っている。そういう部分を全部表現しながら滑れたらいいなと思っていると、プログラムに込めた思いを語った。今大会前は SP よりもフリーの練習を中心に積んできた。今シーズン全部フリーでボロボロだったので、練習通りにまずやるっていうところ。 GP シリーズまでに一回でもやっておけたら自信を持っていけると思う。高い目標を置きすぎずに練習通りということだけを考えてできたらといいなと思うと24日のフリーで気を引き締めた。次は川辺まだ SP 点思った以上にすごい歓声観客に感謝中部選手権。フィギュアスケート中部選手権23日国風港スポーツカルチャー名古屋市女子ショートプログラム SP。 22年北京オリンピック五輪代表の河辺真奈18中京大が SP 点を記録した。新 SP 曲ホーンティットリクイットに乗せて冒頭のダブルアクセル2回転半を着氷させると、ウッツトーループの連続3回転も振り、最後の3回転フリップも着氷。後半は観客の手拍子に合わせて鮮やかなステップを披露し、大歓声の中で演技を終えた。 演技後は、樋口美穂子コーチと、ステップでミスしちゃった、と、得点への影響を危惧したが、結果は、8月の原産サマーカップの得点、64.23点を上回る、高得点。高い点数いただけたので、今のところは満足。ミスしたところは、次の試合のショートで直したいなと思います。ほっとしたような笑顔を浮かべた。3本のジャンプすべてを着氷させたが、演技前には不安もあった。このリンクに来てから、ジャンプが不安だったので、楽しめるかなっていう不安があったんですけど、 思った以上にすごい歓声で、お客さんもすごい人数がいらっしゃったので、それ不安が吹き飛ぶくらいの楽しさで滑り切りました。24日にはフリーが行われる。川辺は今シーズンはフリーでボロボロになってると苦笑いし、高い目標を置きすぎずに練習通りと思ってやりたいと話していた。川辺真奈が68.27点で、首位発進松場エリノが67.06点で、2位山下誠子が3位。 中部選手権女子 SP フィギュアスケート中部選手権第2日女子ショートプログラム23日愛知国和港スポーツカルチャー女子ショートプログラム SP は2022年北京五輪代表の河辺真奈が68.27点で首位スタートを切った松場エリノが67.06点で2位山下誠子いずれも中京大が59.92点で3位につけた 12月の全日本選手権の予選を兼ねており、上位14人が10月の西日本選手権に進む。フリーは24日に行われる。